皆さんどうも、岳島です。今回はですね、和歌山県和歌山市、そして奈良県奈良市の市街地を比較していきたいと思います。まず映像の方映っておりますのは、和歌山県の県庁取材地で人口34万7千人ほどの中核市、和歌山市の中心駅であります JR などの和歌山駅前を映しているところになります。 駅から西側にまっすぐ、ケヤ大通りという幹線道路が伸びておりまして、その道路の付近、ご覧のように中層建築のビルだったり、あとはね、高めのマンションだったりが見られる景観となっております。この和歌山市、中心市街地の高めの建物というのがですね、広範囲に分散をされておりまして、 全体的に街の密度というのはあまり高いようには感じられません。で、JR 和歌山駅前の方にはね、近鉄百貨店のデパートが建っていたりしましたけれども、この駅前の通りとなるとあんまり商業施設、大手のものなんか目立つような感じではなくて、こちら市街地を西に移動して、本町エリアにやってきたんですけども、フォルテ輪島というね、複合施設があったりして、 まあこのあたりもね、幹線道路からちょっと離れた裏の道になるわけですが、まあ本町通りというね、主要な道ではあるんですけれども。本当広々とした中規模の都会という印象を持つような景観となっている気がします。で、先ほど映しました JR などの和歌山駅は中心市街地の東側に位置していたんですが、逆に西の方、 海だったり港だったりがあるようなところになるんですが、そちら方面になりますと、今映っております国道26号とかの道の、また西側になるんですが、和歌山市駅というですね、JR、そして南海電車が乗り入れる、今標識が映っておりますが、駅がありまして、まあ、ですから、この和歌山市ね、 主要度の高い駅というのが街のそれぞれ全然違うところに複数あるといった風になっておりまして、こちらが和歌山市駅の建物になるんですが、商業施設だったりホテルだったり新しめの建物がね、しっかり入り込んでおりまして、まあこうした鉄道駅で大都会の大阪なんかにアクセスしやすいようになっております。 そんな和歌山市の中心市街地になるんですが、和歌山城がありまして、今その周りを映しているところになります。国道26号、そして県道17号のクロスしているところで、はい、こちらが県道17号、欅大通り沿いなんですが、和歌山城立派な建物が映っていたり、あとは市役所ですとか、 ホールなんかの建物がこの県道沿いに並んでおりまして、その周りにもね、銀行の建物だったり、鉄塔だったり、立派なビルが多数建っております。本当和歌山市の中心部となるとね、後輩にこのようなビル群みたいなものが広がっておりますから、それらを一箇所にまとめて、コンパクトな都会にしたらね、どれだけ 規模の大きな街に見えるのかというのが気になるところではあるんですが映像の方は切り替わりましてこれから和歌山市中心部の商店街や観楽街を見ていきたいと思います和歌山市の中心市街地にはですねブラクリ町というアーケード商店街が長く広がっております 和歌山駅和歌山市駅のちょうど中間に位置するようなそういう位置関係となっておりましてこのブラックリ町の商店街6つのエリアで構成されていて250の店舗を有するそうです歴史的にはですね1800年代に大化がこの町であったそうでその後に商店街が形成されたのが始まりだそうです 明治以降も繁栄を続けまして、和歌山を代表する繁華街として栄えたんですけれども、近年は中心市街地空洞化により、かなり衰退が進んでしまっているんですね。まあ、アクセスが不便だったり、郊外の大型ロードサイド店舗群が台頭したことによる競争に負けてしまって、このようにシャッターが閉まっているお店が多かったり、あと通行人の方が少なかったりしてしまっていると。 いう現状があるようです。で、今映っている夜の飲み屋街になるんですけれども、JR 和歌山駅のちょっと西側に位置しておりまして、アロチと呼ばれる地域になるそうです。まあ、ちょっと裏の道のね、ビル群の中にたくさん飲み屋さんが入っているという様子が見られまして、 ローカル感というかディープな雰囲気がやや強めの飲み屋街になっている気がしますね。あとはですね、先ほど映しましたアーケード商店街の脇の通りにですね、風俗店がいくつか固まっているエリアもあったりするようで、この和歌山市中心部、広範囲に大規模に広がる街だなという印象を持ちました。 続いては奈良県の県庁所在地で中核市、人口34万9000人ほどの奈良市の駅前中心市街地を見ていきたいと思います。まずは映像の方映っているのが JR 奈良駅前の様子になります。ご覧のように夜の映像となっておりますけれども、まあ、飲み屋さん、飲食店等の看板、 がビルの中で光っておりまして、賑わいを感じます。その JR 奈良駅のすぐ東側にご覧のように、これ三条通りという道になるんですが、まあ、ちょっと商店街っぽくね、繁華街が早速広がっております。ビルの中にご飯屋さんだったりゲームセンターが見られたりと、お店がいろいろと固まっておりまして、 ま、あ観光客も多い街ですから歩きやすく整備されているなと思いつつ撮影をこの時はしておりました。まあ、そんな山上通り沿いをね、市街地東側に進んでいきますと、中心市街地らしい商店街が目につくようになっていきます。いくつか並行するようにというか何本にもね、商店街分かれておりまして、こちらが小西桜通り商店街というそうです。 アニメイトやサンドラック、ドトールなどの大手のお店も見られる感じになっているんですが、道幅の狭いコンパクトな商店街の見た目をしておりますから、いくら大手チェーン店で充実していてもですね、結構地元感の強いイメージを持ちそうになります。で、今奥に見えました建物が、はい、こちらですね。 近鉄の奈良駅となっております。JR に続いて2つ目の中心的な駅が出てきました。その横、東向き商店街というですね、南北に伸びておりますアーケード商店街があります。こちらも大手の飲食店や100円ショップ、はい、マクドナルドなども映っておりますが、 そうしたお店と、えー、地元の名物を売っているお店だったりね。まあ、柿の外しのお店なんか目立ちますけれども、奈良ら,らしく。ほんと、ローカルなお店とね、チェーン店の混在する雰囲気というのがとても楽しいアーケード商店街となっておりました。その南側にもまた別のアーケード街がありまして、ちらっと映しておりますが、持ち戸のセンター街というそうで、 より地元感が強めでしたねで、奈良となりましたら歴史的なスポットが今でも多く見られる街となっていまして普通に中心市街地に歴史的なお寺だったりあと名物の鹿山というのが、まあ、奈良公園周りになりますけれどもあちこちで多数見られるというとても微笑ましい景観を目にすることができます。 特に東大寺周りなんかはご覧のように観光客でかなり賑わいます。まあこうした歴史的景観を守るために中心市街地の建物の高さはかなり厳しく規制をされておりまして、えー、全国的にもね、最も高層建築物がない建物の高さが低い県となってくるかと思います。 それでも中心市街地のこちら西側近鉄新大宮駅周辺となりますとオフィスビル中層のものがある程度見られまして高層ビルは全くないにせよ都会的な景観というのはありました続いては両都市郊外に広がっております商業施設群見ていきたいと思いますまずは和歌山市です JR などの和歌山駅前から南北に 通っております国体道路の幹線道路沿いを映しているところになります泉谷ブックオフユニクロラウンドワンなんかのですね大手の大きな建物が目立っておりましてこちらには大変大きな複合施設セントラルシティ和歌山という建物が見られましたさらに南に進んでいきましても 家電量販店だったりファストフード店なんかが見られたわけですがまあこのあたりがですね有名な君寺というお寺があるんですけれどもその周りとなっていて大手家具屋や大型ディスカウントスーパーなどが並んでいましたで 映像では撮影したことないんですが市街地の北部次郎丸と呼ばれるエリアなんかには今画像で引用しているような大型商業施設が複数並んでいるようです最後に奈良市農郊外商業施設分見ていきたいと思います中心市街地から西側に進んでいったところ南北に 国道24号線の大変広い幹線道路、奈良バイパスが伸びておりまして、中心市街地に近いところから南に下るように映像の方は進んでいっております。中心市街地の付近ではですね、ミナーラという大型複合商業施設があったんですが、まあ、本格的にこのバイパス沿いを進んでいくとなりますとかなり広々とした景観が広がっておりまして、 奈良盆地かなり広々と土地がありますからそれを示すかのように大型大手チェーン店がそれぞれの建物密度低めで並んでいるという景観が広がっておりますこれから移します複合商業施設も奈良パワーシティという建物になっておりましてステーキガストだったりリサイクルショップ家電量販店、はい、ドン・キホーテなんかもね見られますが 真ん中に大きく駐車場があって周りに建物があるというスタイルになっていて反対側に家電量販店や餃子の王将なども見えましたねこのようなね空が広く見えるような広々とした郊外というのがえ南隣に位置します大和郡山市の市街地まで伸びております今映っている辺りがギリギリ奈良市の範囲内となっておりましてマクドナルド セカンドストリートパチンコ店ホームセンターニトリなどが映っておりましてでこちらがギリギリ大和郡山市に入ったところ大変大きなイオンモールがありますのでついでにご紹介しておきますということで今回は和歌山市そして奈良市の市街地比較してきましたが皆さんどちらが都会的に映りましたでしょうかご視聴ありがとうございました